皆さんこんにちは、森ありです。はい、子供がうるさくてすいません。いつものことです。2月1日本当にうるさいな。で、今日は2月1日何の日でしょう。チックタックチックタック。はい、2月1日はガールズトレンド研究所の新商品の発売日です。これから私撮影に行かなきゃいけないので、パパパッと撮ってパパパッと編集して今日あげたいんですよ。なので今日あげてるはずなんですよ。で、今日上がってなかったら明日の5時とか6時に上がってると思うんですけれども、いち早くみんなに伝えたかったので今テキパキと喋って撮ってます。水飲みたい。買ってきたもの、とりあえずダイソーのものだけなんですけれども紹介したいと思います。じゃーん。言うて今回はまだ3000円ぐらいなんですけど、じゃんじゃん紹介していきたいと思います。壁のね、収納が壊れてしまったので急遽貼っ付ける粘着テープ、粘着フック買ってきました。マジで壊れてびっくりした。泥棒入ったかと思った。帰ってきた。はい、まず1個目、 Eat me、 めっちゃ可愛いでしょ。 I'm very very hungry。 これはダイエットサプリでいっぱいなんていうのストックとして入れておく方なんで、ちょっと大きめのを買いました。サイズは12センチ×12センチ、なので私の手15センチ、よくみんなしつこいぐらい聞いてると思うんですけど、私の手15センチです。なのでほら、ちょうど12センチ、手のひらサイズと思っていただければと思います。でれん、ダイエット中。はい、ダイエット中なので、こっちはダイエットサプリ、まあこっちもダイエットサプリ、まあ両方ダイエットサプリを入れたいと思います。で、こっちはですね、いつも食べている食事の時に飲むものがあるんですよ。2個飲んでるんですけど、今同時に飲んでもいいやつで飲んでて、なので持ち歩く用で、こっちは持ち歩こうかなと思います。で、こっちが家で飲む、まあ同じサプリが、それが3つ、朝昼晩で3つ飲んでるんですけど、それを飲みたいと思います。飲みたいと思う。これは飲めないよ。この中に入れたものを飲みたいなと思って、まあそこら辺に置いとこうかなっていう。まあこれだったらわかるじゃない、自分でも、あ、サプリだみたいな感じで。なので、これとこれとこれはサプリ系を入れようかなと思ってます。あともう1個、可愛くないですか。これはね、夢かわな、ペガサスちゃんのキスミって書いてある超可愛いパケのやつなんですけど、これは私がいつも三つ編みしているヘアゴムをこっちに入れようかなと思ってます。で、こっちにヘアピンを入れようかなと思ってます、今んとこね。そして、はい、こちらです。じゃん、めっちゃ可愛くないですか。これ4種類あって、私的に色がネイビーとブラック、他のがあったんですけど、ちょっとまあ色がね、やっぱり私的にこの色が好きかなと思って買ってきました。これはまあパスタ入れたりとか、まあ、なんだろうな、クレイジーソルト結構ね、なぜかいっぱい買ってきちゃって、クレイジーソルトいっぱいあるのでクレイジーソルト入れたりとかしようかなと思ったりしてます。まあちょっとソルトっぽくない、色が水色。あとはデトックスウォーター作ったりとか、まあいろいろできるかなと思って買ってきました。そして私が一番欲しかった商品、こちら、めっちゃ可愛い。もうね、これは普通に欲しかった。で、売り切れごめんを逃れたくて、ちょっと朝の本当オープンから並んで買いました。そしたらやっぱり5個しか入荷してなくて、もしかしたら原宿とかの大きいショップだったらいっぱいあると思うんですけど、小さい店舗とかだと下手したら 2,3 個とかしかないと思うんで、なんか5個入荷しただけでも頑張りましたって言われました。なぜか2個買ってきました。いや、これはね、普通に可愛い、もう可愛い、可愛さしかない。なので2個買いました。300円なんで。じゃあごめんなさいね、今日も暗くて、なんかちょっと照明焚いてないからパパッと紹介している。はい、あとこれですね、なんかすごい頑丈にしたんですけど、いや、これね、プチプチつけてくれなくて、前割れたんですよ。で、割れたからって言ってるのにお兄さん投げたりとかしてレジ打つから、えって思って、もう意味わかんないんだけどとか思って、とりあえずプチプチやってきた。ということで、ちょっと買ってきたものを全部この中に入れてあるんですけども、これはまた違う動画で紹介します。ちゃんとちょっと DIY に使ってあるので紹介します。で、まず1段目に入れてあるやつはですね、これはまたガールズトレンド研究所の綿棒。はい、綿棒です。普通に可愛いよね。だってさ、このさ、ガールズ綿棒って書いてあるんだよ。ほら、ガールズ綿棒って書いてある。いや、これはね、クオリティ高いよね。みんなへのラブレターの返信ですね。返信をしようと思って、この付箋とか、付箋は返信どうなんだろう、なんかつけるときにつけるかな。で、
まあ、あとこれもうめっちゃ可愛いと思って、これはちょっと4つ買いました。でもあれ1個どこ行った。あとこれコンタクトケースが右左って書いてあってすごい好きなんですけど、なぜかフリューのカラコン通販の200円クーポンついてる。でもさ、これさ買わなくてもさ、絶対せこいやつ買わなくてもさ、クーポンコードだけあれだよね、やる人いるよね絶対。ピンクのハートのやつが欲しかったんですけど入荷ないって言われて、マジかと思って買えなかったんですけど、これは今回のあのガールズソネット研究所の付箋のスクエアハンバーガーですね。なんかまあ私的にはあんまり食べ物系を今見たくないなっていうのがあるんですけど、まあ可愛いし、あとはファンレターのお返しにペタッと貼っておくようです。はい、そしてこちらメモ帳になります。ときめきが止まらないメモって書いてあります。まず1種類がドキドキ胸キュンって書いてある。はい、そして2種類目がお、かわいいキュンキュンって書いてある。メモ帳集めんの流行ったな、昔めっちゃ集めてた。ドキドキキャーって書いてありますね。そしてキュン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 、ひたすらキュンキュンしてるやつですかね。そしてガールズトレンド研究所というかもうダイソーの商品最後、はい、こちら缶バッジになります。はい、ということで今回の商品はこんな感じでございました。いやでもね本当にね、今回の商品もやっぱり豪華で可愛い。今日の購入品はこんな感じでございました。ということで森有でした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンと登録ボタンをお願いします。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。ガールズトレンド研究所で買ったよっていう人、よかったらコメントお願いします。森有でした。またねー。